ヘブラザルシスターを描いてよくさ。めっちゃ長え首だったね。長女性、イエス。結構前に気持ち悪い生き物を見ていったんですけども、今回は不気味で怖い生き物を見ていきたいなと思います。もうわかってるから、どうせコメント欄で。画面の真ん中にいる生き物が一番不気味で怖いわ。って書くんやろ？わかってるからな。どうぞお好きに書いてください。それでも僕は、めげない。それでは早速見ていきたいと思います。股関節。人間に寄生する世界最長 36.7 メートルの寄生虫、サナダムシ。え、長っ。これが人間に寄生するの？ガチ寄生虫や。ガチ寄生虫ではないな。寄生虫もっとやばいな。ちょっと今のは表現が適切ではなかったですね。すいません。サナダムシは主に人間が食べる魚によって寄生する。人間を最終宿主とする種は大腸で生息し続けるため、どんなに大きくても命に問題はないとされている。ああ、よかった。こんなでっけえのが体にいても死ぬことはないってわけですね。じゃあまあ共に生きよう。しかし摂取した栄養を奪うため、貧血などの症状や腸が異物と判断して下痢、嘔吐、脱水症が見られることがある。ダメやん、帰れやマジで。寄生すんなやマジで、気持ち悪いな。寄生するキノコ、頭中下層に侵されたタランチュラ。うわーやだなー、もう気持ち悪い。クモも気持ち悪いけど、僕キノコも嫌いなんで、ダブルキモい。キノコにもかかわらず昆虫に寄生、宿主の栄養を吸収し、夏になると発芽して宿主の命を奪う寄生キノコである。強っ。何それ。もしこいつが遊戯王のカードになったら、絶対性格の悪いキャラが使ってる。なんで遊戯王で例えたのかは知らん。発芽の量とんでもないな。悠々白書のクラマも似たようなことしてなかった？敵に種入れてプシャーって刺せるやつやってなかったっけ。見た目は可愛いが、その歯は恐ろしい。カニ食いアザラシ。名前が怖い。歯、はあ、どうなっとんじゃ。この歯は主食であるオキヤミをこし取るのに適している。カニ食いと名前が付けられているが、実際にはカニを食べない。なんやねんそれ。それちょっとなんか名前損してるわ。なんかそりゃかわいそうだわ。歯はやばいんですけど、外見はめっちゃかわいいっすね。僕アザラシ大好きなんですよ。人間と同じような歯を持つ魚。ミューフィッシュ。うわほんまや、人と一緒や。ヒューマンズティースやんけ。巨大な口を持つメガマウス。まんまやな。逆にシンプルすぎて名前がちょっとかわいそう。メガマウスはプランクトンを主食としており、その巨大な口で海水ごと飲み込んで餌だけをろ過している。その口のデカさでプランクトンを主食っていう。ギャップ萌え狙ってるんですかね。全然燃えないけどな。地中に穴を掘って獲物を待ち受ける木村雲。うわめっちゃ女子みたいな驚き方しちゃった。いやマジ自負だからさ、直接画面で見てもらうしかないけど、めっちゃキモかったよ今。ほら、え、キモくね？強力な粘液で相手を窒息させる。ヌタウナギ。粘液怖。ヌタウナギの体には粘液を放出する穴が数百個あり、外敵あるいは捕食者が現れると強力な粘液で相手を追い払ったり、獲物の枝に詰まらせて窒息させる。陰湿。枝に詰まらせる。うわぁ、やだなぁ。爪を飛び出させて攻撃する毛が生えたカエル。毛ガエル。名前。名前のセンスよ。毛が生えてるカエルってなんだ？爪を飛び出させて攻撃する。まあまあすごいことですけど、やっぱ。さらに毛が生えてるせいでね、どっちのインパクト強いかっつったら、やっぱ爪と毛だと毛の方が強いですから、毛ガエルって名前になっちゃったんでしょうね。爪ガエルの方がまだかっこよかったけど。ノコギリエイ。かっけー、めっちゃかっけー。ノコギリっていうのがね、かっこいいですよね。毛ガエルの後のノコギリエイはね、毛ガエルがただただかわいそう。ということで、不気味で怖い生き物を見ていきました。自分の知らない生き物を知ることができるっていうのはとても面白いことですね。だから皆さんも僕のことを知らない友達に、不気味で怖い人間がいるよって、ちょっと僕のことを紹介してください。誰が不気味で怖い人間。ということで今回はここら辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。